こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。9月の第1週は私、東大阪新聞の社長をしてます小野元裕がキャスターとなります。今夜は、雇用主協会の八尾の雇用主協会の会長さん、田中康元先生をお呼びしました。こんばんは。一口に雇用主協会と言いましてもね、雇用主協力会、ごめんなさい、雇用主協力会で、田中先生は、保護司もされてましたね、はい、で、八尾市の協力雇用主協会、協力会の会長さんもされて、はい、で、大阪の全体の会長さんもされてね、はい、で、まあ、そのあたりをちょっとこういう、まあ、活動される、きっかけはどういうことからですかね。まあ、私もともと会社をですね、はい、設立、まあ、運送、はい、運送業種をですね、はい、会社を設立としまして、はい、まあ、その頃からですね、はい、まあ、そういうやんちゃをというかですね、犯罪を犯した者たちの立ち直りの協力としまして、はい、まあ、大阪法務監察署から、はい、まあ、担当官の方から、依頼がありまして、まあ、そこから始めた状態です。八尾でね、立派に日本商運というね、大きな会社をされて、よくトラック走ってるの見ます、はい、ね、皆さんマナーよく走ってるのね、はい、ね、こう聞いてたで、一番最初にこう取り組んだというか、その、まあ、依頼されて、受け入れたっていうのは、まあ、プライバシーのあれもありますけども、かからん程度にどういう人をこう初め受け入れたんですかね。まあ、特に10代のですね、はい、若者が、はい、多かったです。あ、そうですか、はい、やっぱそれはいわゆる喧嘩をしたりそういうことで、いわゆる、まあ、少年とかそういうこと、はい、ね、そういうのは最初は普通の経営者でしたらひるみますけども、はい、先生はいかがですか。まあ、私も少年時代はですね、ちょっとやんちゃな、はい、まあ、少年でしたので、まあ、元々会社のですね、はい、創業時は一応8名から始めた中でですね、はい、ほとんどのものが、まあ、そういうやんちゃ経験のあるもののメンバーで会社を作りましたんで、はい、別にその辺の違和感はですね、なかったです、はい、実はボクシングされてね、はい、はい、ね、で、まあ、ちょっと離れますけども、ボクシングを通して構成もされてるね。はい、そうです、まあ、ボクシングそれはちょっと、はい、ボクシング経験あるいうましても、まあ、私も45からですね、あ、そうなんですか、初めてやりまして、それも、まあ、構成活動の一環としてですね、はい、まあ、立ち直り支援の一つの、まあ、方法としまして、はい、我が社に、まあ、ボクシング部というものがありました、はい、まあ、一応対象者をですね中心に、まあ、対象者というのは犯罪を犯した者たちのことを言うんですけども、はい、対象者を中心にですね、はい、ボクシング部に入部させてですね、うん、まあ、そのボクシングの私自身も一緒にですなって始めるきっかけとなりました。お、社内にそういうのを作ってご自身もやりながら、はい、はい、そうです、もうそれで8年になります。現在は、それはやっぱりこう効果はどうでしょう。そうですね、ボクシングというスポーツ効果の中にですね、はい、まあ、心をコントロールする力、はい、まあ、すなわち抑制力というんですけども、はい、この抑制力は非常にやっぱり身につくと、うん、こういう効果がやっぱりあるということを聞きまして、はい、まあ、私自身もですね、まあ、8年の中でボクシングを通してですね、まあ、当時私も非常にそういうストレスとか、はい、イライラやっぱりこう他人にぶつけてしまう、まあ、ようなとこもありましたので、まあ、今8年経って、はい、振り返ってみれば、はい、まあ、自分自身ではあまりわからないんですけども、周りの者とかですね、その部下からは、まあ、非常にその温厚になったという申しましょうか、怒らなくなったとかですね、まあ、そういう点見れば振り返ってみると、あ、そうやなと、ほとんどこう大声でね張り上げることもなくなったというのも自分でやっぱり感じて、あ、これも大きなボクシング効果かなと、
まあ、言うてみれば自分の感情をコントロールできる、なるほどね、力がやっぱり身についたかなということを実感してます、なるほどね。今はその社内のボクシング部をこう発展させて地域ぐるみでされてるんですね。はい、はい、そうです。これも厚生団体 の BBS 会という厚生団体なんですけども、はい、八尾地区 BBS 会をまあ立ち上げるとともにですね、はい、この我が社にあるボクシング部を切り離して八尾地区 BBS 会に移行してですね、今現在取り組んでいる状態です。あの四季の近くでね、はい、あの JR 四季駅の近くで私もあの取材に行かせてもらいましたけど もう結構あの老若男女といいますか、小さい子も女の子もね、こう混じってやってましたね。はい、もともとはですね、はい、あの私は倉庫でやっておったんですが、あ、そうなんですか。はい、ほとんど人が増えてきてですね、はい、今現在では250名ぐらいの、そんな多いですか、あの登録の人数が増えてきまして、はい、そして敷地の場所もですね、はい、まあ、これ八尾地区協力交流会の会員さんで、はい、I&F さん、はい、まあ、宮田会長が率いる会社なんですが、あそこの倉庫ですね、まあ、約200坪あるんですけども、無料提供いただきまして、そうですか、はい、そこに本格的リンクとかサンドバッグとか、そしてまた筋トレマシンとかですね、皆さんの協力によって、設備が整えられまして、皆さんがドネーションしてやってたんですか。八尾地区協力保守会の皆さんがですね、もうお金を自力で運命万かかったはずだったんですけど、ものすごいかかってると思いますね。はいはいはい、もう立派なね、誰が来てもびっくりされるぐらいのリング、ジムになっております。リングでもプロの使うようなリング、公式リングですね。そうですよね、はい、でこうベンチプレスとかいろいろね、はいはいはい、で私行った時もプロのボクサーの方も、そうですね、そのビジネス会社の会長は、これ八尾出身なんですけども、はい、まあ、東洋太平洋、日本チャンピオン、はい、それもミドル級のね、重量級の、まあ、チャンピオンになられたボクサーで、まあ、世界を目指すところまで行ったんですが、まあ、そのボクサーと私とうちの会社でボクシングの頃から、まあ、彼が現役の頃からですね、つながりがありまして、あ、そうですか、お世話に来ていただいて、そしてまた BBS 八尾地区 BBS 会の会長として、まあ、お願いしてですね、会長に収まってくれて、今現在でもボクシング指導をやってくれてます。で今はそういう一般の方も、まあ、来られてるということですけども、はいはい、そこから発展して輝きという活動もまあ、されてるんですね。あ、そうですね、はい、そのあたりで少し、はい、まあ、輝きの前に子ども食堂っていいまして、夢うららホットステーションですね、はい、まだ八尾市に一軒も子ども食堂がない中でですね、元これ八尾市の教育長、浦上教育長と、まあ、以前から私つながりありまして、で、まあ、私自身も校生活動を取り組む中でですね、はい、やはりその子ども自分の貧困というそういう中でですね、非行につながっていっているという部分がやっぱり多々ありましたので、まあ、この部分から何かできることあればという考えた時に、まあ、浦上会長から話がありまして、まあ、子ども食堂をやろう思っていると、協力してくれるかということで、あ、それもぜひとさせてもらいたいという中で、まあ、一致しましてですね、そして3年前にですね、太子堂にあるコミュニティセンター、龍芸、はい、の2階で、まあ、月2回なんですけども、うん、第2、第4、水曜日の中で子ども食堂をもう3年させてもらってます、はい、そういう実績を踏まえた上で、はいはい、そしてまた今年のね、はい、の今月の9月2日にですね、はい、まあ、輝きというね、まあ、これは何かと申しますと、まあ、不登校生ですね、不登校生対策としまして、まあ、今日本全体でですね、小学校中学の中でやっぱり今もう14万人も残ると、そんな多いんですか、年々増えていってる状況の中でですね、なんとか、まあ、まあ、通信教育を用いてですね、学習支援をまず行っていきたいという中で始まりました。はい、なるほどね。ほら、いろいろこう広がっていってるということでね。はい、こう少し戻りますけども、この協力雇用主っていう、これは八尾では何人、何社？八尾では現在27社になっております。ね、はい、
で主にどういう業種が、まあ、もっと異業種で、はい、いろいろ同業の物流業者もあれば、はい、建築業とかですね、はい、アパレル関係とかですね、葬儀業とかさまざまに分かれております。はい、その対象者、つまり、まあそういう経営を終えた人が、はい、一番どこにあるかっていうのは、田中先生がこう面接してこう、紹介するっていう形なんですか。そうですね、八尾の取り組みとしましては、まず会場でやる私とこが窓口になっておりまして、はい、まあ、依頼機関からですね、就労支援の依頼があり、うん、そして、まあ、そのもしも A 社が引き受けが、まあ、できなければ B 社と、うん、B 社が引き受けなければ C 社という中で、まあ、必ずその就労支援の依頼には応えていくと、決してノーとは言わない八尾地区協力訓示会という中で取り組んでおります。確かに経営を終えて、こう一般の会社で受け入れてもらえないと、はい、というよく声が聞くんですけどね、はい、そういう時はやっぱり雇用主協会に、協力会に、はい、お願いして、で、どっかに入れてもらうと、はい、でこれまあ、これず何年ぐらいやってるんですかね。私の会社ではもう25年目ぐらいに。25年ですか。はい、で御社でも引き受けて。もちろん引き受けてますね。でこの難しさと、このなんか喜びというか、はい、そのあたりを少し、エピソードを交えて。そうですね、まあ、様々な、ね、まあ、対象者がおる中でですね、はい、まあ、本当にその育ってきた環境、うん、はい、また家庭環境、はい、いうところからやはり、まあ、非行に走っているというのがもう大半でありますね。はい、そういった分の中でいかに我々がその対象者の支えになってやれるかというところが一番のポイントだと思っております。なるほどね。支えるということですね。はい、そういう意味では割とこう我慢するという部分はあるんですかね。そうですね、やはり公正とはですね、やはり、まあ、私の持論なんですけども、はい、諦めない、信じる、待つというね、諦めない、信じる、はい、待つというこの3つの、ね、キーワードがやっぱり出ておりまして、と申しますのも、はい、やはり1回の過ちでね、はい、更生すれば一番これは理想なんですけども、そうですね、まあ、ほとんどやはり一度 の過ちで更生するものは非常に、まあ、低いんです。やはり大抵は、まあ、刑務所1回2回、2回以上とかね、3回目とか、また少年1回2回とかですね、そういう中で初めて更生につながるというケースが圧倒的にいっぱい占めますので。諦めない、待つ、信じるというね、はい、はい、これ、まあ、さらっとおっしゃってますけど、ものすごい難しいことですよね。そうですね、はい、はい、諦めない、待つ、信じる、はい、まあ、私も田中先生と共に八尾地区、奉仕会なんですけどね、はい、奉仕としてやっぱりこう奉仕のとしてもこう対象者をね、はい、諦めない、待つ、信じるというのが重要やなと思いますけども、もっとそれが仕事の現場でそうなんですね。はい、これ忍耐力は、うん、どういうふうにしてこういう立派な先生に活動されるようになったんですか。いやいや、まあ立派ではないんですけども、まあ、私自身もですね、社会活動、ね、社会貢献活動になるんですけども、まあ、取り組んでいるうちにですね、うん、人に言うて自分で言うて聞かすとかね、そういうやっぱり責任も出てきますし、まあ、そういう意味では人間成長にもつながってるかなというね、ご自身の、まあ、これは周りからのね、意見なんですけども、そういうこともやっぱりありがたくね、更生活動を取り組んでる、まあ、メリットかなという中でも、感じております。まあ、その信じる、待つ、諦めないということを通しながらご自身もこう成長していってると、はい、大阪では各市にあるんですか、全部。そうですね、今32地区ですね、大阪府32地区の中で、まあ、約、まあ、我々協力この市会に登録されている会員数は今2000社に上っていると今聞いております。はい、
その2000社は、こうまんべんなくこう就労はこうされてるんですか。いや、まあ、現状ではですね、やはり、まだその一度も入会したけども、まだ一度も就労支援がないいう企業さんも結構おられますね、うん、はい。これから、まあ先生の活動としては知らせるということも一つなんですかね。そうですね、はい。今どう、まあこうね、経営を終えてどういうふうにして自分の身を立てていったらいいかね、はい、これ考えてる人が多いと思う、はいはい。でそういう中でこう悩みでね、で、この25年されてまして、はい、こう変わってきたっていうのがあるんですかね、その対象者が。そうですね、まあ、本当に過去はですね、はい、その刑務所のそのあり方がですね、まあ、その作業で、はい、きちんと察しとけばという考えがあったんですけども、はい、今現在では更生というね、そういう方向にも力を入れており、そういう更生プログラムが、ね、どんどん各刑務所に、入っている成果がありまして、やはり過去に比べたらその対象者の質がですね、その勤労意欲がやっぱり高い、そうですか、更生意欲も高まっているような現実を私ども感じております、はい。どういうプログラムでこうされてるんですか。まあ、一応いろんなカウンセラーとか、またそのいろんな薬物だとかですね、性犯とか、いや、まあ、その犯罪内容によってはさまざまなんですけれども、そういう専門のプロの先生らが刑務所の中でカウンセラー研修というものがあると聞いております。私も薬物の、ね、対象者を持って難しいなと思ったんですけどね、この習慣性というか、はいはい、もう一回してしまうんですね、はい。これをどう、これを待つ、信じる、諦めない、はい、ちょっと個人的に教えてもらいたいなと思います。我が社の中の例で言いますと、やはり薬物で、まあ、5回刑務所入ってそうですか、はい。でまた今現在ね、服役の中で必ず手紙来て、はい、目が覚めましたと、次こそは辞めますと言ってね、もう手紙送ってきて、うちも、まあ、受け入れるんですけども、5回とも受け入れて、あ、4回受け入れて、そうです、バーで受けてきました、もう彼も19から来て今43になるんですけどね、はい。なかなかね、そのやっぱり、まあ、仕事とね、そういう、まあ、居場所と出番っていうのがね、まず更生の第一歩なんですけども、居場所と出番、はい、そのあたりは、まあ、居場所っていうのは、まあ、居住地ですね、はい、住むところですね、はい。そして出番は仕事です、はい、仕事の役割ですね。これを与えることによって、更生の道にスタートしていくという中でですね、まあ、言うてみれば、まあ、自分のこの社会に自分の居場所を見つける、見出していく、まずそこからの始まりなんですね。やはり犯罪者の7割が無職であるというデータが出ておりまして、やはりまず仕事に就かせると、そして出番、仕事の役割を与え、ただまあ我が社ではそれプラス余暇の時間ですね、はい、余暇の時間のサポート、結構今まで振り返ってみると、その余暇の時間の中でつまずくものが大半いてますので、できるだけ一人にさせない、あ、まあ、孤独は天敵となっておりますので、特に盆、正月、ゴールデンウィークとかですね、はい、その中で長い休暇の時は特にやはり何日かは共に過ごしていくということを今取り組んでおります。それ会社全体でやってるんですか。会社の中にうち、まあ、そういうケース委員会といいまして、ね、はい、教育指導委員会も立ち上げてまして、まあ、そこに8名おるんですけど、ね、それ誰かが、その8名の担当の者が一人一人担当を持ってですね、そういう休日のサポートをしていくという体制を作っております。はこの8名というのは実は元対象者なんですね。あ、そうですか。我が社でも10年以上勤務をして、もう立派に仕事を勤め上げてきてですね、まあ、人のお世話もできる状態になっているという、私の判断のもとで、ケース委員会に、頑張ってもらってます、はい。もうすごいシステムを作りましたね、はい。そしたら元対象者やから、こう自分の気持ちが分かるんです ね、 そうですね、心のバリアフリーが解けるというかね、はい。まあ、実は、まあね、自分も過去にはやっぱり犯罪を犯して刑務所に入った経験があるという、これ聞いた中でね、対象者はやはり心のバリアフリーが解けるので解けますよね、
まあ、心が通じやすくなるというね、そういう部分が一番大きいですね。はい、いや私も以前ね、もう寂しい、やっぱ孤独や孤独やというかね、はい、で確かに、まあ、保護司としては一対一はね24時間一緒にいることできないんでね、そういうこうプロジェクトを作ったら、はい、なるほどね、はい、居場所を作ると、はい、そして一人にしないという、ね、はい、出番ってそのこう人に合わせたあの仕事を与えるというか、はい、まあ、ここでいう出番じゃ仕事の役割ですね、はい、役割を持つことによっては責任感につながっていくというね、はい、なかなかできないと思いますね。だけど本当に諦めずにね、はい、あの取り組んでいく中で、まあ、我々の構成法のキャッチフレーズとしましては、人は変われる一緒ならという言葉があるんですけど、人は変われる一緒なら、はい、あの、まあ、最後になりますけどもね、これあの我が社もぜひ構成あのあこういう一緒に対象者を受け入れたいと、はい、という気持ちの会社の社長さんが見てると思う、はいはい、まあ、そういう方に、まあ、方法と導けちゃったの。はい、そうですね。まあ、現在、はい、あの協力の司会、まあ、2000社にも上っておる中でですね、今、まあ、我々のこういう運送業とかですね、建築業、そういった業界にはやはり今人手不足現象というのが非常に、まあ、深刻になっているんですが、ただ、まあ、人手不足解消のためにですね、やはりこの就労支援というのはやっぱりなかなかできないという難しさがありますので、やはりまず第一目的はやっぱり構成、構成という目的を持って学ぶことですね。まあ、構成すれば最終的には会社の戦力となりますので、はい、なるほどね、はい、こういう部分をですね間違わなければ、本当に、人は変わっていく部分は必ずありますので、ぜひとも我が社もそういう協力をしたいというのであれば、また大阪府監査所とか、まあ、そういうところにお申し出ください、はい、なるほど。あの勲章受章おめでとうございます。あ、ね、ありがとうございます。まあ、これは皆さんのおかげですね。いや立派、ね、この度されて、あの次 の, あの我々作ってる八王子保護司会の会報でも大きく掲載させていただこうと思って。 ありがとうございます、はい、で、そういう まあ、こあの雇用主の、方もそうですけども、そこから、はい、保護司にもなられたんですね。そうですね、まだ保護司はまだ、やらせてもらいまして2年なんですけども、はい、その保護司になった決意というのは、まあ、きっかけというか、ある、まあ、保護司のですね、会長の方から、その時の会長さんの方からですね、はい、まあ、依頼がありまして、まあ、快く引き受けさせてもらいました。ただ、まあ、協力雇用司会の立場としてですね、はい、まあ、我が社では必ず対象者には月1回の社長面談という中で、まあ、取り組みさせてもらってます。まあ、そういったものの中で、まあ、似通ったんですね、部分は共通した部分がありますんで、まあ、私もまたその保護司の側面からですね、構成方法の勉強もできるということで、まあ、喜んでお受けさせてもらいました。で、先生が、まあ、保護司になられたんで、はい、結構その次々と雇用主、協力雇用主からも保護司になられる方多いですね。そうですね、今3名ほど置いてますね。ねえ、協力雇用主から保護司という、ね、ねえ、流れが、ね、今できておりますね、はい、そういうのはいいつながりですよね。そうですね、喜ばしいことですね、これはね、はい、この工場さんと、はい、協力雇用主と、はい、保護司と BBS とこのこういう連携っていうのが必要ですね。そうですね、ほんまに今八王地区には4団体がですね、はい、今できておりまして、4団体協議会運動ですね、立ち上がってまして、はい、まあ、その顧問には一応八王の市長がですね、なっておられて、本当に皆さんこう協力のもとでね、今大きな力に構成活動というものにやっぱり
大きな成果を生んでいると思っております。八尾市のその八尾のこの再犯率というのはどうですか、こういう4団体の結束によって他市と比べていかがですか。まあ正確な数字は私まだね、その八尾市だけの再犯率がどうだいうのはちょっとわからないですけども、まあ、全般的にはまあ下がっていってるというのは聞いておりますね、はい。まあ、一般刑法の犯罪自体はもう半減してるんですけども、まあ、再犯率は一向に下がらないというね、全国的なまあ数値あるんですけども、まあ、八尾だけ見た時にはまあ若干下がってるという部分はちょっと警察関係からは聞いたことはありますね。最近、まあまあ、少し話するんですけども、京都アニメの、ね、事件とか等々で、はい、今まで我々考えなかったこう事件が起こってますよね。そうですね。でそれに対する何かこう我々も地域としてね、はい、取り組みを、まあ、しないといけないんじゃないかなという声が出てるんですけど、はい、最後、まあ、そのあたりこう防犯ですね、はい、についてちょっとそうです、まあ、地域の防犯で、まあ、でもまあ持論なんですが、はい、まあ、やはりまあ社会の中でですね、閉鎖社会と言える時代の中で、その縦のつながり横のつながりがどんどんなくなってきていると、あ、特に子どもを取り巻く環境がですねそのようになっていると。そして、まあ、私が自分にありましたそのコミュニティ力で子どもを育てるというね時代がありましたが、今現在では全くその縦のつながり横のつながりがなくなった部分でですね、言ってみれば親の背中、親の、存在しか、まあ、見えないと。だから選択肢がなくなってきていると子供のね。私は子供、自分はまあ、子供かいうのが盛んにありまして、ありますよね。まあ、みんなソフトボールをこう借り出されてほぼ仲間強制的にですね、でそこには、まあ、悪い先輩おったりね、まあ、喧嘩させられたりしたけど もうそこまでだとか、まあ、その加減をね、喧嘩してでもその加減をこの建物の世界の中で教えてもらったりとかですね、まあ、近所の怖いおっちゃんとか優しいおばちゃんとかね、飯食わしてもらったりとか、そういう選択肢がですね、いろんな親以外のいろんなそのコミュニティのその意見が聞けたと、ね、自然とそれがやはり子どもの選択肢につながっていたということがあるんですけども、今現在で全くそのようなものがですね、閉鎖社会の中でやっぱりなくなって、子どもの選択肢がほとんどなくなってきていると。そういう部分もやはり子どもを取り巻く環境に大きな悪い影響を与えているというね。そして、まあ、八尾地区ではですね、今 BBS 会という先ほど、まあ、ボクシングを中心とした、はい、活動なんですけども、まあ、これは、まあ、言ってみれば、まあ、10代から上は70歳のいろんな学校の先生とか接骨院の先生とかですね、また八尾ロータリークラブのメンバーとかですね、まあ、保護司の方とかいろんなその対象者だけではなくですね、その一つの集まりの場所になってるんですね。ここが大きなコミュニティ力を生んできていると。そして今では某中学校の生徒が10名以上来たりとかですね。そうですか。子どもを、まあ、若手を中心に取り組んでますんで、まあ、一つのコミュニティ力で子どもを育てるようなことが、まあ、小さな部分なんですけども実現できてるかなと。このようなやっぱりいろんな町にもですね、こういう、まあ、言ってみれば居場所、子どもにとっての大きな力になる居場所がですね、やっぱ必要ではないかと思っております。やっぱりこの地域に居場所づくりを密につながる居場所づくりせなかった、ね、そうですね。だからここに来る子どももやはり不登校生の子どもおるし、また暴力的な子どもおるんですけども、うん、やっぱり続いていくとね、半年後には学校に、ね、不登校生の子が行ったりとかですね、実際そういう成功事例もありましたり、まあ、喧嘩っぱい子がですね、これを続けることによって喧嘩しなくなったりとか、非常にそういう成果が今出てる状態ですね。今日はさまざまな、ね、社会問題にこう取り組まれています、協力雇用主、そして、保護司をされてます田中康正さんに、お越しいただきました。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。